はい、皆さんこんにちは。みなです。坂です。エリティブログです。紅葉を見に来ました。はい。で、愛知で一番有名なスポットは紅蘭渓です。そうだね。私たちは昔は毎年のように来たけど、去年はコロナで来れなくて、今年こそ行きたいと思って来ちゃいました。やってきました紅蘭渓。こっち側から来たことないから、この景色見たことないかもしれない、ね、今裏道から入ってます。めっちゃ揺れてる。なんかこんな、おお、めっちゃ揺れるやん皆さんめちゃくちゃ揺れてますよ、この橋すごい尋常じゃなく揺れてますよ。あー、でもいい感じよ、やめて。今こう、うねったからね。本当にこれは秋の景色だね。いい感じですね。味噌田楽があるよ。五平餅もあるよ。食べましょうか。これは秋だね。早速食べ物というか出店というか、うん、広いエリアにやってきましたね。どうせに五平餅、魚の塩焼き、とろろそば、うどん、お、みたらし団子だよ、たか。ですね、はい、見てこのいい感じのみたらし団子。うわ、ツヤツヤだねえ。あ、そう、うん、一個ずつでか。うん、おいしい。ここから紅葉を見に行きたいと思います。社長、はい、あまり紅葉してなくね。まだ結構緑緑だ ね。真っ赤っかにはまだなってないね。 あとは2週間。今11月中旬だけど、もしかしたら下旬の方が綺麗かもね、紅蘭渓は。めっちゃ綺麗だよ。めちゃめちゃ綺麗だよね。ここを見た方がいいよ。こっち、こっち、一回180度ぐるっとして。なんかやっぱ赤々してるところと緑のところがばらけてるね、まだね。あと1週間かな。これ真っ赤になったらやばそうだね。あっちにメインの出店場所がある。ああ、本当だ。行きましょうか。有名なお箸とか。行きましょう、行きましょう。やっぱりこの橋からの景色最高ですね、うん、橋からこう両サイドに赤いモミジがこうバーって広がってるのはめちゃくちゃ綺麗。川があって、あの橋、おお、いいアングルだね。このアングルいいね橋があってモミジがあって、でこっから先はね、基本的に食べ歩きスポットというか出店エリアになりますね。なんか食べましょうか。すごいね、出店の数が半端じゃないね。そう、種類もいっぱいあるし、五平餅とか団子、大福、唐揚げとかもあったし、フランクフルト、あとうなぎのなんかおにぎりみたいなのもあった。あれめっちゃ美味しそうだな。あと肉巻きおにぎり、焼き鳥、牛タン、土手にもみじまんじゅう、あ、卵せんべい、たません発見。たません食べようかな。たません買いましょうか。イエス、チーズたませんだよ。出ました、おいしそう。お、見て、景色を楽しみながら食べる。おいしい。キアのコンセプトわかる？わからない。わからないよね、うん、ああ、うん、シェア
ちご飴。うわ、大福もある。いちご飴、美味しそう。うまそう。あ、イカ焼きもある。好きなやつだね、イカ焼き。イカ焼き。いいな。メインエントランスの方までやってきました。そこがメインだね。社長何やってますか？めちゃ可愛くないこのコップ。フクロウコップ。超可愛い。懐かしない？これ俺がちっちゃい頃あったかなかったかぐらい。コーラの瓶でさ、こう買って昭和じゃん。ドイツにもあんのこれ？あるよ。皆さん懐かしくないですかこれ？出ました。足。はい、美味しかった。屋台ストリート戻ってます。ああうわ、イカ焼き。一番食べたいのは何？一番食べたいのは何だろう。フルーツ大福とかスイートポテトのチップス。めっちゃ並んでたやつさっき。そう、15分ぐらい並ばなきゃいけない。待ってるよ、チップス。それ来ました。そう、これこのチップスがレナが食べたい一番のお目当てです。そう、おしくないそのサイズ。ありがとうございます。ゲット。よかったね。うーん、薄いよ、めちゃめちゃ。ということでさっきの赤い橋まで戻ってきました。タカが川で遊びたいと言ってるから、ちょっとこのまま一旦川に降りましょう。ここ危ないよ、石で。折れますか？ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ。危ない、危ない。冷た。氷水みたいに冷たいよ。いや、そうです。私の定番も別に。だいぶ暗くなってきましたね、社長。ああ、写真を撮ったら。もうすぐ。ライトアップ始まるのよ、本当に。ああもうだいぶ暗いもん。ああはい、ということでカフェに入りました。ああちょっとだけ温めてちゃんと暗くなることを、あとね、30分後ぐらいにライトアップ始まるんで、ちょっとね、あったかい飲み物飲んでから行こうかなと思います。ということでライトアップ始まったので、ここから向かいたいと思います。ごちそうさまでした。おー綺麗。すごい、人もめちゃめちゃ増えたよね。事件発生です。喋ってるけど見えない、全く見えない。ライトアップって超綺麗だけど全然動画向きではない。だからちょっと写真を撮ってそれをかぶせたいと思いますけど、めちゃくちゃ綺麗です。特にメインの赤い橋の周りのライトアップがめちゃくちゃ綺麗で、人すごいね。そう、ただめちゃくちゃ綺麗。はい、すごいよ。同じことを言い繰り返してる。そう、めちゃくちゃ綺麗です。ぜひこれ皆さん自分の目で見に来てほしいぐらい。そう、動画にできないね。ライトアップのモミジの先に別の屋台がありました。ああそうそう、いちご飴があるなら買おうかなと。なかったね。なかった、残念。ということでライトアップもう一回見に行きます。はい、すごいの見つけました皆さん。初めて見た。梨だよ、梨。2キロ？あたご梨。3キロ？1個5800円。すごいよね。なんかメロンぐらいの大きさあるね。メロンより大きいかもしれないよ。またまた見つけました、売店エリア。ああ、そう。社長、アユのおにぎりとかアユの塩焼きもあるよ。ああ、もういいや。お腹いっぱいですか、社長？もう入らない。はい。というわけでコラン系見終わりました。すごかったね。本当に良かった。
ライトアップ前もライトアップ後も2度楽しめるっていう。であとなんか出店とかいっぱいあるから、うん、食べ歩きしながら最高に楽しいです。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。